エルンスト・ヘフリガーは、スイス出身の声楽家。テノール歌手として、国際的にオペラやオラトリオの上演や録音に、活躍した。グラウビュンデン州ダボスに生まれる。ビッティングンで、教職課程に就いた後、チューリッヒ音楽院で声楽とバイオリンを学ぶ。その後は、ジュネーブで、フェルナンド・カプリに、さらにウィーンで、ユリウス・パツアークに支持する。 1952年から1974年までベルリンドイツオペラの首席リリックテノールを務める。1971年にミュンヘン音楽大学の声楽科教授に就任し、1988年まで教鞭を取った。さらにチューリッヒや米国でマスタークラスを主催し、日本では草津国際音楽アカデミーフェスティバルで長年に渡り、マスタークラスで指導した。 名跡な発音ゆえに、オラトリオ歌手として、とりわけ、バッハの受難曲における、福音シア役で著名であったが、それだけでなくモーツァルトのオペラへの出演、また、シューベルトの歌曲の解釈でも有名だった。ブルクハルトやシェック、マルタン、オルフ、ヒラーラの作品のスイス初演を務める一方、歴史的な演奏様式の復興にも興味を示した音楽家の一人でもあった。 1992年から1994年までの間、山田工作や中田義直らの日本歌曲をドイツ語訳で歌った CD を発表して、日本で大きな話題となった。また、細川敏夫やストラビンスキーらが和歌に曲付けした歌曲の録音も発表している。エルンスとヘフリガー声楽コンクールが企画されてから、クシュタートとトベルンで開催された2006年度の、 コンクールに至るまで審査委員長を務めた2007年3月17日故郷のダボスで急性心不全のため死去した87歳だった息子のミヒャイルやアンドレアスもまた音楽家として活動しているありがとうございます